こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。ウインナーキャベツ炒めですね。キャベツは外側の硬いところをたくさん、ものすごくたくさんです。で、ウインナー6本ですね。で、だしオムレツ LL2 個分ですが、これは4個分焼いてます。もう2個焼いてます。で、白ご飯、今日はこんな感じですね。で、肝心の体重です。体重測っていきます。昨日は日曜日やったし、体重が低くて当然なんですけど、 54.6 まで減ってたんですけど、ありゃりゃちょっと減りすぎですね。体重 54.3 キロ、体重 54.3 キロ、体脂肪率 12.6、体重 54.3 キロ、 300g 減ってますね。体脂肪率 12.6、 基礎代謝 1276、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 45.0、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 54.3、 体脂肪率 12.6、 内臓脂肪レベル3。まあ、今日ウインナーとキャベツの炒め物食べるから体重は増えると思うんですが、ちょっと減りすぎですね。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。